はい、じゃあ最後に申し訳ないんですけど、今までね自分が一番具合の良かったこの車でちょっともう一回最終アタックさせてください。そうですね、どんぐらいタイムアップできるかちょっと楽しみなんですよね。よいしょ。はい、じゃあ行ってみたいと思います。グリーンライン、君の言うか。はい、じゃあ行きましょう。あ、どんなもんやろ。3秒台入れたいですよね。あの乗りにくいやつでも4なんか入ったんだったら、一番乗りやすかったこれだったらもっとタイムが出そうな気がする。さあどんな感じだろう。とりあえずテンション上げていきましょう。ゴーゴーゴー。あれちょっと乱れましたね。まあ関係ない関係ない、ハイテンションで乗り切りましょう。ああ思いっきりオーバーラン。まあいいや、それでも諦めずに行きましょう。このラップ何秒出るか、あんだけ変なことやっといて。よし、なんか微妙なラインだけど、まあいい。やっぱブレーキ入れて入った方が安定はするんですよね、当たり前だけど。今のも試験員良かったんじゃなかろうか。さあ何秒、え、あんなので3秒で入ったの。これ3秒前半いけんじゃないのか。背中足ダメだ、背中足なんてやってたら逆にプラスだったのがマイナスになっちゃった。さっき思い切りミスったここ。いけるいける、3秒前半いけるかな。無理やりごまかした。立ち上がりね、だいぶ、あ、滑ったと思ったけど、3秒台前半。
まだ詰められるか。足なんてやんないで、堅実に。さあ問題のヘアピン。さっきと変わんねえや。あとはスプーンですね。さっき立ち上がりでね、ケツ流れてたんでね。ダメだ。じゃあ次のアタックが最後にします。あんなミスってね、適当に走ってもね、3秒9ですよ。あんな適当に曲がり方してさらにタイム詰めんのかよ。が切れてきた。立ち上がりもうちょっと早めにアクセル踏めばよかったっすね。まだトントン。この後でいくらでもまだ取り戻すそう。はい、ダメでした。
はい、RCF の再アタック。いやー、出ましたね、3秒台前半。一応リアルレコードタイムは突破しました本当にね、うん、まあある意味覚醒したというか言い過ぎだっていう話ですよね、うん、とりあえず安心しました。なんとか3秒台までは出たのでね。はい、じゃあ以上で、まあ、RCF の再アタック終了しますね。で、次回からはキャリアモード、そちらの方を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。